も皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、雨や湿気の時でも崩れないヘアアレンジ3選をご紹介します。今回ご紹介するスタイルはハーフアップ、お団子、巻き髪、この3スタイルをご紹介します。結構使える方法なのでぜひやってみてください。それでは動画をどうぞ。バームをつけていきます。全体的につけて髪の毛がまとまるような状態にしてください。特に表面の部分、この辺のね、毛羽立ちがしっかりと収まるようにしてやっておくとツヤ感が出て綺麗にまとまります。次にブラシで溶かしていきます。溶かすことによってスタイリング剤が綺麗に均等に行き渡ります。じゃあまず髪の毛を取り分けていくんですけど、表面の部分ですね、だいたいこの辺りぐらいで分け取ります。だいたいこの辺りぐらい、耳よりも少し上ぐらいの位置で分け取ったらゴムで結んでいきます。だいたいこれ耳ラインぐらいの位置で結ぶとバランスが綺麗かなと思います。次にサイドの髪の毛を全部持ってきちゃって大丈夫なので、後ろで同じぐらいの位置に持ってきてゴムで結んでいきます。反対側も同様にサイドの髪の毛を後ろに持ってきてゴムで結んでいきます。この分け目があまりパッカリ分かれてない状態でまとめるようにしておいてください。で、次にこの3つの部分をくるりんぱしていきます。少しね、ゴムを若干ずらして真ん中に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。こっちの髪の毛も同様に、こんな感じでやります。で、次にもう少しね、ちょっとこうゴムをずらしてたるましておいて、このくるりんぱ部分を少しほぐしていきます。で、真ん中が割れやすいので、真ん中の部分もずらして割れないようにしていきます。サイドの部分も同様にくるりんぱの部分を少しボリューム出すように出していきます。こんな感じです。この3つの毛束をまとめて上から一度ゴムで結んでいきます。次にアイロンで巻いていきます。毛先をちょっと外跳ねになるようにスタイリングをしていきます。で、このまとめた毛先の部分も少しだけ跳ねさせていきます。最後にヘアフックでゴムの部分にかぶせて、ゴムが隠れたらこんな感じで完成です。ヘアバームをつけていきます。最初に結構髪の毛をまとめるのが肝心なので、ね、毛羽立ちがあるところだったりとか乾燥しているところにしっかりとつけてください。次にブラシで溶かしていきます。ブラシで溶かすことによってバームが髪の毛全体に行き渡ってまとまりやすくなります。で、次に髪の毛全体をまとめていきます。大体まとめる位置は、耳よりも気持ち下ぐらいでまとめてもらえたら OK です。で、ここでゴムで結んでいきます。1周、2周で3周目で輪っかにしてお団子にしていきます。で、この時に毛先をこう下に向けて、で、内側の部分から外にこう毛先が流れるように、こう入れて毛先が外に流れるようにしていきます。で、この時にしっかりと髪の毛の面を綺麗になるように結んでいきます。ここでぐちゃぐちゃになってしまうと雨降った時の毛羽立ちだったりとか結構すごくなってしまいますので、なるべくね、毛羽立ちが少ないようにまとめるのがポイントです。で、次にやっぱりこの辺の部分でペタッとしやすい方もいらっしゃると思うので、この部分を持って少しね、広げていきます。ここにちょっと丸みが出るぐらい引き出せば OK ですので、あんまりね、細かく出さなくて大丈夫です。少し丸みが出て頭の形が綺麗になれば OK です。次にヘアスプレーをつけていきます。そこまでハードタイプじゃなくてもいいと思うので、少し固まるぐらいのスプレーで OK かと思います。これを全体的につけます。毛羽立ちが結構出やすいところに
つけて髪の毛を押さえていきます。でこの丸めたお団子のところも、短い髪の毛の方だと結構ね細かいって出やすかったりするので、スプレーをつけてまとめるような感じにしていってください。最後にゴムを隠すようにこういったヘアフックでゴムの部分につけてバランスを整えたら完成です。ではしっかりと乾かして丁寧にブローをする。生乾きだとダメージも出たりとかカールがつきづらい可能性があるので、しっかりと丁寧にブローをする。それによってね結構ツヤ感も出てカールも綺麗に見えます。2つ目はブロッキングをして細かく巻いていく。この巻き髪を作るときに結構ブロッキングしないでそのままザクッと取って巻いちゃうときってあると思うんですけど、そうしてしまうと熱が均等に行き渡らない可能性があり、カールが長持ちしない状態になります。なのでまずブロッキングをやっていくんですけど、まあこのロングの場合だったらもう縦に取っていただいて、大体2センチ幅ぐらい、まあ髪質とかにもよるんですけど、もう本当にこのぐらいの薄さで取ってあげて、だいたい耳から前で、まあ、3ブロックぐらいで、耳から後ろまでで、まあ、4ブロックぐらいで巻いてあげると均等にカールがつけれるかなと思います。で実際に巻くときに少し溶かしてあげてカールをつけていきます。でこの時に面がね綺麗に整っているのを確認しながら巻いていきます。3つ目のポイントは、巻いた後にすぐにほぐさない。基本的に髪の毛は熱が冷めると形がキープされます。なので巻いた状態、この状態で冷ますことによって形がこれで決まります。そうすることによってほぐした後でも長続きします。4つ目はスタイリング剤をつける。特にねカールが取れやすい方に関してはハードスプレーで固定していきます。でその時に崩しながら指を通しながらスプレーをつけてあげる。大体の方ってねこう表面のバーって終わりの方が多いです。できればほぐしながら横からつけたりとか、あと内側につけていって全体にスプレーがつくような感じでつけていく。細切れでつけてあげると綺麗な感じでまとまりながらキープができます。でやっぱり髪の毛のパサつきだったりとかまとまりが欲しい方に関しては、まずバームをつけてから最後にスプレーでキープしていく。この流れでやってあげると綺麗な状態でキープできるのでおすすめです。はい、ということでこんな感じでやってみました。雨の日だったりとか湿気の時に使える方法なので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。